このね、カツオの出汁がね、入るとね、うまくなるんですよね。煮汁をね、詰めていきます。これが、勝ち飯です。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、今回はですね、僕ね、珍しくですね、ホットプレートを使ったね、料理を、やっていきたいと思うんですけども、皆さんね、勝ち飯スタジアムって、ご存知でしょうか。ホットプレートの上で、2つのメニューを同時に作ってですね、食べ比べしながら盛り上がれるっていう新感覚の食べ方、らしいんですけど、まあこれね、僕まだやったことないんですけども、レシピサイトなんかでもね、めっちゃ人気らしいんですよね。家族とお友達と楽しく、ワイワイとね、楽しめるような食べ方っていうことですね。今回僕もあんま友達いないんですけど、友達ができた時のために、やっていきたいと思いますんで、皆さん、乞うご期待でお願いします。リュウジのバズレシピ。材料説明いきます。今回はですね、パーティーメニューですので、材料は多いです。焼きそば麺ね、はい。これ普通の市販の蒸し麺で大丈夫です。これを、4玉分、もっとあっても構いません。はい、今回作るのは牛と豚のね、最強タッグっていうですね、僕が、今考えたコンセプトがあるんですけども、一つのホットプレートの中で牛と豚が一緒に楽しめちゃうっていうですね、そんなコンセプトで、作っていきたいと思います。だからですね、今回、牛肉、はい、300g ぐらいで、豚肉、これ豚こま肉ですね。どちらもね、こま肉、切り落としです。 300g ずつ。豚は今回は豚キムチ、和風の味わいにして炭水化物と合うようなレシピにしてます。だから和風豚キムチ、豚こま肉 300g、 キムチ、320g ですね。薄力粉です。はい、味付けに本だし、味の素の本だしを使っていきます。はい、旨味と和風の香りをこれでつけていきます。はい、玉ねぎ、これはね、牛の方も豚の方も両方使って、もう切ります。8ミリ、ぐらいのスライスに、しておきます。牛ですね、牛肉の切り落とし、まあ、こま肉ですね、これが 300g、まあ、ステーキソースで炒めるような感じですね。パービーフ炒めみたいな感じになります。香りもつけたいんで、ニンニクをこっちにはちょっと入れます。味の素、はい、これで旨味をつけていきます。味もすごくね、ステーキソースに合いますので、黒胡椒、バター、共通のものとして、お醤油、砂糖、みりん、お酒、お塩、ですね。豚キムチにはごま油を使います。はい、ちょっと盛りだくさんですけども、これだけ、皆さん一通り用意してくれれば簡単にできますので、じゃあ早速作っていきたいと思います。今回作るのは勝ち飯なので、勝っていかないといけないと思うんですねやっぱね、勝ちに行きたいと思いまして、必勝の、ドリンクを用意しますので、ちょっとお待ちください。やっていきたいと思います。あー、自らが勝ち飯スタジアムになりました。下ごしらえですね。はい、僕の下ごしらえも終わったところで、はい、ということで、お肉の方には軽く塩コショウ、ね、下味をつけておきましょう。黒コショウ、これもね、両方ね、大丈夫です。はい、両方に下味をつけていきましょう。薄力粉です。はい、これをですね、大さじ2ぐらい入れていいかな。このお肉をね、コーティングすることによって、今回ね、ホットプレートなので、常にお肉がですね、熱される状態になるんですけども、これをね、振っておくことによって、お肉がね、柔らかさが保たれるんですね。全体にまぶしつけてしまいます。で、ちょっとね、広げといてくださいね。こんな感じでね、まあ全体的にね、まぶしつけてあげてください。お肉の下処理はこれ終了。これがホットプレートでございます。このチャンネル初めて出たと思いますけども、ということでですね、思いを馳せながら完成していきます。よし、じゃあやりますよ。油、サラダ油を大さじ2ぐらいですかね。はい、今回250度まで揚げられるホットプレートなんですけども、最大にしてあります。焼きそば麺、はい、こいつをね、焼いていきます。これね、最初に、焼きそば麺を焼くことによって、麺がね、香ばしさがプラスされ、後でね、ほぐれやすくなるんですね。まあ、今回は純粋に4人前、ちょっとおかずというか肉の方が多めに、設定はしてます。まあね、ほぐさないでいいんです。固まったまんまやって大丈夫です。外はカリッとさせて、中はね、いい感じに蒸されるんですね。この状態で両面焼くっていうのが僕はベストだと思います。はい、それではですね、そろそろ焼き目ついたと思いますので、ちょっとひっくり返していきましょうか。ほい、あ、こんな感じ、こんな感じ。そうがっつり焼き目つけなくても全然平気です。小麦が焼けた香り、これが重要なんですね。なんで、これを、ひっくり返して、もう後ろもちょっと焼いていきます。
裏面もいい感じに焼けたと思いますんで、この状態でですね、一回ですね、このそばにはですね、そばはね、避けておきます。こう炒めすぎてしまうと、麺ね、カチコチになっちゃいますんでね、一回こんな感じで、ね、避けておきます。はい、これはね、このままね、ちょっとラップでも、しておいて、置いといて、そうするとね、食べるときにはいい感じで、すっごいいい感じで蒸されてます。ちょっとね、200度ぐらいにして、置いてあげて、ここからですね、豚キムチ、ごま油を大さじ2ぐらいですかね、はい、豚を、入れていきます。で、豚肉も、これね、薄力粉が絡まってるんで、ちょっとね、広げながらやってくださいね。全面に焼き目をつけていきますね。豚キムチからね、やった方がいいです。豚キムチはね、キムチも入って水分も多いので、横側に置いておきます。ばらけさせながら、カリッと焼いていきます。全体的に焦げ目がついてきましたね。玉ねぎ1個分切ってあるんですけども、豚キムチの場合はね、3分の1ぐらいと炒めていきます。玉ねぎの甘みと食感が入ることでですね、非常に豚キムチもですね、ボリュームもアップしますし、食感もね、アップします。そこまでしなしなにならなくても大丈夫です。玉ねぎの焼けた香りと豚の香り、そしてごま油の、温められた、この香ばしさを感じながら飲んでいきます。よっしゃー、勝てる今日は。で、これ玉ねぎがちょっとね、透き通るかなぐらいなところになったら、キムチ、こいつを入れていきます。混ぜていただいて、で、キムチもね、結構酸っぱいものとかもあると思うんですけども、これホットプレートでね、一緒に焼くことによって非常にですね、まろやかな味わいになります。汁ごと入れてください。ポン出しなんですけども、これでね、和風の香りをつけていきたいと思います。小さじ1弱ぐらいですかね。結構入れちゃいます。はい、お砂糖がね、小さじ2、ちょっとね、甘めの方がね、これね、焼きそばに合うんですよ。なので、小さじ2入れていきます。お醤油、これもね、この全体でお、小さじ1ぐらい。ね、カツオの出汁がね、入るとね、非常に豚キムチっていうのはうまくなるんですよね。だからね、本出汁がすごい最適なんですよ。で、ホットプレートって、水分がね、ちょっとね、残っちゃいがちなんですけども、本出汁ならですね、下流なので余計な水分足さなくていいんですよね。これが非常に重要になってきます。こっちはもういい感じになりましたので、バター 20g、 はい、ビーフ、これをね、広げながらやってください。これもね、あんまり固めるとダマになっちゃうので、おー、こんな感じ。ベタキムチとね、混ざんないように気をつけてくださいね、これね。で、牛肉もね、ガッツリ炒めていきます。はい、このプレートの温度も上がってるので、すぐね、牛肉も、焼き目がついてきます。玉ねぎ、はい、玉ねぎももう残りの玉ねぎ全部入れちゃって炒めていきます。全体的に、混ぜていきますよ。これ牛肉に火が通るのと、玉ねぎに、火が通るのを、やっていきます。こっちはもう結構食えたりします。まあ、こっちはね、ちょっと広めにとって火を入れていきます。はい、ということでですね、まあ、こんな感じでね、玉ねぎもしんなりしてきました。こっちもね、お醤油大さじ2半ぐらいですね。はい、みりん大さじ1、酒大さじ1、お砂糖入れていきます。ちょっと甘み欲しいので、だいたい小さじね、1ぐらい。こっちはね、ちょっとしょっぱめに作ります。豚キムチはちょっと甘いので、炒めていきます。ちょっとね、汁気が多いので、飛ばしながらね、煮汁をね、詰めていきます。ここで、旨味調味料1、2、3、4、5、6、7振りぐらい。これがね、旨味になってですね、非常に美味しい、ビーフになります。ニンニク入れとけば大体勝てるので、皆さん入れてください。大きめの1個入れます。全体に混ぜて、なじませていきます。ちょっとね、醤油足します。醤油が最終的に大さじ3、お砂糖もあと小さじ半分分ね、少し甘く、ちょっとね、混ぜていきます。はい、もうペッパーね、胡椒効かせた方がすっごい美味しいので、これ両者ができましたので、最後にですね、この焼きそばね、真ん中にほぐしながら入れていきます。これが勝ち飯です。僕は熱狂してますよ、僕というサポーターは。ちょっとね、紅生姜添えていただいても美味しいと思うので、ちょっとね、赤入れましょう。お好みでいいです。でも糸唐辛子、これはね、パサパサっとかけていきます。焼きそばには、少しね、青をかけてあげましょう。はい、ね、はい、小ネギを散らしてあげて、これでですね、牛豚勝ち飯焼きそばスタジアム完成でございます。
はい、ではですね、早速できましたのでうまそうだけど4人前なんですけどね、これね。友達がもうここにいっぱいいることを想定して食べるので大丈夫です。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。変わりない。はい、ではですね、やっていきたいと思うんですけども、バランス的にスープも欲しいということでですね、うのるのこの卵スープ、これね、試合の時にいつも飲むやつなんですけども、これめっちゃうまいんで、これはね、入れて、お湯注ぐだけでいいので、僕スープ作りましたのでいただきます。こいつとこれね、豚と、いい感じにね取って、麺、この麺と一緒に、めっちゃうまい。そしてスープで流します。うん、あ、うまいな。やっぱこれ麺がね、やっぱりパリッと揚げてます。パリッとした麺と柔らかで甘口のですね、この豚キムチ非常に合いますね。うん、片栗粉をまぶしたおかげかですね、すげえジューシー。ペッパービーフの方ですね、玉ねぎトロットロになってますよ、がっつりと。うまい。これも柔らかいね。うん、今回の勝ち飯スタジアム2種類にしたかというとですね、実はこの牛とこの豚キムチ、これがですね、2つの相性が抜群なんですよ。これ牛豚合い盛り焼きそば、これがですね一番うまい、真骨頂でございます。いただきます。うん、ほんとにおいしい。牛と豚の国際交流が起こるんですよ。これはうまいぞ。でもすごい、家族や友達と食べていただいたら多分100倍うまいと思うから食べてみてください。なんでこんなトロトロかね。この一つのプレートと、ね、スープさえ用意しとけばパーリーナイトです。今回これ真ん中焼きそばで焼いたんですけども、ご飯でもいいです。油かなんかで炒めて卵を混ぜてチャーハン風にしてもいいんですよ。アレンジは自由自在でございます。勝ち飯焼きそばスタジアム、ぜひやってみてください。今回ですね、紹介した料理は勝ち飯というですね、アスリートさんが実践してるですね、味の素の栄養プログラムに基づいて、僕流にアレンジしたレシピになります。栄養もしっかりとれる、美味しくて楽しくて待ち上がることを間違いなしだと思いますので、ぜひやってみてください。